はい、じゃあまたですね、本題の、ローライ35。もう3回目なのでですね、折り返して、見たいと思います。で、前回ですね、組み立てた、ところまでなんですが、とりあえずそのレンズも仮付けしてですね、シャッターも、ガンバナーは外して、ベンジンで洗ってですね、注油をしまして、で、また元へ戻して、で、こんな感じかなと。で、ちょっと僕ですね、正確に組み上がった時の状態がわからないので、このバルブにした時にですね、で、こう、バルブ開いて、で、こう、閉じる。だから、バルブの動作としては正しいんですけども、このガバナーがジーって走っちゃうのがですね、なんかちょっとどっか組み立て間違えてんのかなと思ったんですけども、この放送を見ていてくれている人からですね、ローライ35、その方が持ってるやつもですね、バルブにして切ったらジーってなるよっていう、ことを教えていただきまして、じゃあこれ、もしかしたら本当はそうなんないんだけども、普通バルブにするときはガバナー全体をこう切り離してるカメラが多いんですけども、コストダウンのためにですね、この3号ペケペケのシンガポール製の何々は、こういう風になってるのかもしれないんですが、とりあえずですね、バルブとしては作動しているので、このね、チーっていう。このまんまですね、組み上げていきたいなと、思いました。で、仮組みしてたレンズはですね、調整のワッシャーがあったので、それを入れてまた蓋をしてあります。で、あとはですね、バラした通り前カバーをつけて、で、剥がしてしまったですね、張り革はですね、こういうふうにジャパンホビーツールズの、売ってるやつから切ってきました。とにかく、ここ切るの大変ですね。これはもう、ほんと流されました。で、この辺のパーツをつけていきたいんですが、一つ注意というか気づいたことというかですね、この絞りの、この部分ですね。これ、さらに下にですね、部品が一つありまして、で、こいつが抜けるとここと噛み合わなくなるので、この動きですね、ここの、噛み合わせのところを必ず確認してから、これ、まずいまずい。これ後から確認、動くかどうかで確認できるんですけど、入れるのが大変なので、この段階で、ちゃんと噛んでることを確認してですね、上に乗っけとくと。で、ここは、こうですね。絞りが開閉するような位置にちゃんと持ってくると。いうことで、この状態でですね、これでこれをつけりゃいいのかな。ちょっと順番忘れちゃいましたけど、あれ？これすんなり入んなかったっけ？それで、これをつけて、で、革を貼った時にここはネジがありますから、乗り付けてませんので、このまま閉じればいいのか？忘れちゃったな そうですよね。その後、ここに、スイッチだから、ここ、なんか4つマイナスネジだったな。調整はしちゃうとかないよ。これなんだっけ？
れ？これな、これは後ろだよな。これなんだっけ？これなんだっけ？あれ？まあいいや、ちょっとこの、ちょっと、ちょっと忘れかけてますが、お？浅いねこれ。おお、さっきの動画見れたでしょうか。AVCHD っていうのがちょっと変換に手間取りましたが。あとですね、ここの非常に外すのに苦労したシーリングは、一応ですね、さらなる悪戦苦闘してですね、くっつけておきました。もう単純にくっつけるだけだったんですけど、あれ、ほんとこれなんだっけなぁ。結局前の録画を丹念に見るしか、ないんですけど、だからこれ結局ちょっと僕も情報不足で失敗したんですが、この皮はですね、よっぽど劣化していない限り、こう横から剥がして4つ見えれば、前取れますので、これはもう剥がすと、これ本当プチプチ切れてですね、作るのが大変なんで、多分前回これを修理した人もそういうやり方で、やったみたいですね。ここだけ違う糊がついてたので、で、まあ、もちろん、最終的にはここを、接着剤塗ってですね、キュッとやると、いうことなんですが、で、ここに戻ってきてですね、このワッシャーがなぜか、2枚あって、で、これが乗っかっていて、よし、ぶりですね。で、この中の溝に合うように、これがまた俺覚えてねえんだよなぁ。これは違うか。うまいですもんね。こいつに対して、ワッシャーが2枚あった。ここに入ってたかなぁ。これ覚えてないんですよね、これ。それとも上だったかなぁ。これなんかね、上に2枚あったような気がするね。ちょっと、もし間違ったらごめんなさい。ちょ、覚えてない。こっちを押し付けてると思うんですね。両者がギアで噛み合いますから。
これだけかな。あれ？なんかあったよな。特殊工具。ここは特攻でですね、どっち？これで例えば、絞りは、ちゃんと閉じるのを確認して、でアーサーは、どこを見てるかというと、この受光部の、窓のところですね。これがアーサー感度を変えると当然入ってくる光を変えるので、こう、カチカチカチって動きますから、ここをですね、あ、動いてるね、というふうに確認をして、まあ、アーサー100。うん。これでいいのかな？ちょっとここ自信ねえな、これ。まあこれでちょっと組んでみたいと思います。これは確かここでした。接着剤を入れ、ロックレバーですよね。ここ。接着剤を入れるべきかどうか、ちょっと悩むところです。接着剤入れとかないと、この場合は空気遮断型がいいと思うんですが、前残ってた接着剤は取っとかないと、上カバーつけてからの方がいいのかな。ちょっと後に上カバーつけて、これもですね、これは単なる、覚え書きでので、シャッタースピードが変えられるとこに、まあカラーフィルムとか何とかとか、ちょっとこれもちょっと忘れちゃって自信がないんですが、ちょっと、ここに2枚、入れとこうと思います。そんだけどな。ちょっとかな。あれ？やって、例えばですね、これでカラーネガなんとか動いちゃ困るし、クリックストップない。例えばこれ、カラーネガ、ネガ
これカラー、デイライト、カラー、タングステンってことか。ちょっとここのところ研究 前のビデオ見て 思い出しますか？2枚連続でじゃらじゃらっと出てきたような記憶があるんですが、そうするとこれはなんだ？いや、やっぱちょっと1週間やんないと。これはちょっとあれ、若葉はどこ行っちゃった？あ、このか。この黒色は取ったし、これが、これシャフトのとこ入れ忘れないように。この足を忘れるとですね、こいつが動きが変なことになりますので、これはあれ、仮止めしてありました。いや、絶対忘れてんな、これ。すいません、僕も忘れちゃいました、このこいつ。ここがですちょっとすれば汚かったように思ったんで、細い綿棒で、これ確かね、違うだったかな、汚かった。前側が汚いんだ。ああ、これあれかな。あ、なんかくるくる回ってるぞ。くるくる回っちゃってるけど、あとちょっとこれ不安なのが、あれ？もしかするとこれ柔らかいプラスチックかもしれないので、あまりゴシゴシやると、もしかするとプラスチックが溶けてくるかもしれないので、ちょっと汚れがついてるっぽいんですが、ちょっと先行こうと思います。ちょっと危ないかもしれない。あまり深追いしない方が。そうするとですね、あとはストンと押すだけのはずなんだが、こういうところに、あとこのなんか手こずってた部品なんですが、これピンが上と下に上がって、こう周りとかにピンがあって、上に行ったり下に行ったり、それで R ボタン切り替えてますので、やっぱりそう、何にもないよな。
これは？これってなんだ？ここにあったかな？違う。ありゃ、まずいな。これ余っちゃったぞ。どこにあったんだろう。ちょっとこれはあれですね。フィニッシュが今日はないな。あ、これはもうか。これはもともと取る必要なかったのか。ただですね、ま、今日アウトとしても、上カバーはですね、一回つけないと、裏蓋にですね、革を張るときの、場所決めがですね、こいつが乗っかってないと、できない。いや、やっぱりそうだな。これ3つ、バッシャー、これでしょ？これ入れて、これ。あれ？やっぱこれがわかんない。ごめんなさい。これがわかんないや。ちょっと前回の1回目のムービーにどっかに出てるはず。うん、これは、黒でしょ？ここの中だったかな？いや、そんなことない。はい、ちょっと それ、宿題にさせて。それで、これをですね、まあいいか。こう入れた時の、この位置にですね、これ持ってこないと、あ、ちょっと隙間空いちゃったな。細すぎましたね。もう一回作んないとダメかな。ちょっと、あー、1ミリぐらい。そこ間違えちゃったかな。ちょっと、多分後ろの、剥いだ皮を元にして作ったんで、ちょっと縮んでたの、ちょっと忠実にトレース。まあ、これ、微妙だな。こっち寄せるか、こっち寄せるか、こっち寄せるか、中間でっていうのもありなんでしょうか。ちょっとダサい。もう一回作り直しかな。で、この位置に行きます。ここもですね、これはまあまあまあいいか。そして、ちょっと皮、制作精度が 追いついてませんで、ここもギリギリだな。こっちから貼っていけば、そうですね。ちょっとやっぱりこの、
行きますか。しかしこれわかんないな。わかんないな、わかんないなって言ってもしょうがないんですけど。まあですね。とりあえずちょっとこの2箇所。貼っつけといて。昔のビデオを見て、ちょっと仮組で。ってことかな、もう一回ってなっちゃうの？ここ意外なペコペコだしな。この状態で、そうですね、ちょっとこれがはっきりしないとやっぱり最終的に組めないので、ごめんなさい、この部分ほんのわずかだけど、まあ来週でですね、まあちょっとじゃあこれを、ちょっと恥ずかしいんですけど、まあ真ん中で行ってみようかなと。こういうのこう残るんですよね、皮がね。ということで、ここから貼るということで、やっぱりこっちから先に貼った方がいいんだ。これはでも、まあやっぱりこっちベタでいきますか。ここはあれかな、よし、紙引いて、紙引いて、まあ最初ベタと貼っちゃいますかね。なんか紙ねえかな。なんか紙、厚い紙、G103 ですかね。何か紙ないかな。あ、よし。いやー、でもこれ何だったんだろう。頭いて、忘れちゃった。忘れちゃいましたね。困ったな。どう塗ろうか。どうなりますかね、これ。素直に縦に塗るか。どうしようかな。素直に縦に塗るか。ここですかね。
ここだけ、ああ、向こうでちょっと。最低。これは最低ですね。この石のチューブって何やりにくいんだよな。ここにも出ちゃった。これはちょっと最低です。ここね、で、ここから行きますかね。大まかな位置決めだけなんで、またこれ剥がれてくるとですね、塗らなきゃいけないんですけど、長すぎて。ここがミスってんな。ちょっとここダメですね。この切り込みがちょっと浅いんだわ。どうしようかな。ごめんなさい、ちょっとこれ撤退。この状態ならまだ剥がれますので。濃いなぁ、だ濃い。ハケ塗りでいこう。ちょっと失敗なんで、どうしようかな。ちょっと考え、ハケでいって、ちょっとメインで塗るのはやっぱり良くないので、ちょっとハケ塗りで行くことにします。これちょっと。これダメだ。こういうのほんと始末はね、このほっとくと後になって、これなんか上からのいたずらしてくれるし。失敗しちゃいましたが、ここがちょっと、ここがあんまり良くなかったです。ここね、これ前の皮が少し残ってんね。
れてない。ほんのですね、コンマ5ってとっかな。削りすぎ削りすぎ、コンマ後1ミリぐらい切っちゃった。まずちょうどいいや、さっきの海苔が残ってっからこれ。ちりめにはいいかもしれない。来ないか。もっとこう、こっちを押し込ま、こっち方向に入れないとダメです。この爪の。だからここが細すぎたんだな。ここが隙間空いちゃってますから。このね、ローラー35の皮の切り出しは非常に難しかったです。こう来るとだいたいぴったりな、こうですね。これで行くしかないですね。難しくない方からハケ塗りで、さっきの接着剤もあの残ってますから、それもこれに溶けてですね、きますので、これはもう一気に行きましょうか。これですね、はみ出てくるんで手をアルコールで濡らして拭き取っちゃいます。もうちょっと忙しいですよね、これね。皮張るときって。
まだこれ苦手でです。しょっちゅう失敗してる。まあ、今回も成功とは言えないかな。で、こう中のアンバーのに皮が終わっちゃうんでですね、この1ゲーム目が非常に重要で、みっともないですよね。あの、ずれてると。あ、みっともね。しかし、この輪っか何だったんだろうなぁ。で、こっちの位置が決まってればですね、ここはちょっとハイで、塗っては進み、塗っては進みすればいいので、あの、前に、あの、最初に塗った接着、あの、なんですかね、ヘラで塗った接着剤をこう溶かしていくようなイメージでこう塗っていくと接着力がこう増してきますので、そういう意味ではもうちょっと薄くてもいいぐらいな。もうちょっと薄くてもいいですね、この接着。やっぱはみ出ちゃう。ちょっとなんか皮をペタペタ貼るので今日はお茶を飲みました感があるんですが、これ大した匂いじゃないです。あの、すぐ慣れます。あの、目がかすんだりとかはしないんで、トルエンキシレンが少し入ってんのかな。昔のシンナーなんで、あのタミヤのねヘアブラシクリーナーはすごいですけど、防毒マスクが言いますが、これは大したことないです。もうそこら中押してないとですね、すぐ剥がれてきちゃう。で、なんて言うんだろう。G17 両面、G17 とか10、でもそうですけど、あの、両方に塗って乾いてからガッチャンコしなさいなんて、書いてあるん、接着剤の説明書にはそう書いてあるんですが、それやってカチカチにくっつけるとですね、次剥がすときに剥がれなくなっちゃうので、あの、ガチーンっていう風にくっつけたいわけではなくて、まあ、なんていうんですかね、剥がれない程度にここにあればいいぐらいな感じなんで、あの、今みたいに片面に塗ってぴょん。そうすると接着力が少し弱くなる感じになりますので、
まりですね、だからその、それで2、3日すると、接着が弱かったところが、ペローっと剥けてきますね。そしたらまたこれで。あの、プラモデルなんか、やってる人で、あの、強力な接着剤は下塗りしておいてですね、一旦乾かしておいてから、溶剤だけで塗るっていう人も、いるみたいですね。あの、もともとついてる接着剤を溶かすような感じでですね。どっちが、まあ、両面というのが一番楽なんですけど、と、まあ、こんな感じで。まあ、ここもですね、やらにはいかんのですが、まあ、そろそろ時間にもなりましたので、ちょっとですね、今日でも完全完成かと思ったんですが、ちょっとこの、ね、隙間空いちゃって、かっこ悪い。切り出しがですね、ちょっと、甘かったですが、もうこの前やんのでもうヘトヘトでですね、ちょっと後ろが集中力が欠けてしまったようですが、これも、接着剤塗ってですね、仕上げたいと思うんですが、これね、これちょっと過去の1回目のムービー見て、復習してですね、まあ、来週ちょこっと、完成しましたよっていうような、小さいユーストで、次いけるかなっていう感じですか。はい。ということで、なんか、接着剤だけで、終わってしまいましたが、あれ？はい、なかなか熱くなってきました。ということでですね、はい、こう映んなくなっちゃって、ということで、どうもありがとうございます、いつも。また、来週は次のに移りたいと思いますが、そして、ビデオにハマっていた大東でありました。